まあ、びっくりしたのは あります、まあ、チームは連休中だったのでクラブの方が、はい、びっくりしました。まあ、話し合ってこう見ないと分からないんですけど、自分がどう評価されているか分からないんで、しっかり、まあ、自分の強みというところは見せられればいいと思いますし、まあ、何より日本のためになるように何かしらしたいなと思います。時間を与えてもらえれば、まあ、しっかり自分が点が取れるというポジションを取りたいですし、相手との駆け引きもしたいなと思います。